法で裁けぬワルたちを闇から闇へと葬る、人呼んで仕事人。お話の窓三つ、私が受けさせてもらいますよ。女ってね、その場限りの浮気だと分かってても、ひょっとしたらこの人本気なんじゃないかななんて夢見ちゃったりするのよ。しかしお叱りだけならどうなのか。向こう半年の間お手当が半分とは。問答無用。誰が何のために。その方ごときが何を調べ何を暴き立てようと、私の立場は揺るぎます。必殺砲、恨み晴らします。